アニマルズの葬式を襲うことない。絶対だ。B 様、その周辺で車両の1台が行方不明となっています。分かった、注意する。おめでとうございます。その価値はありましたか？そうだな、6段階評価で言うなら6は硬いところだ。次に何が起こりうるかは分かっているんじゃありませんか？デラマンが探してる。シャットダウンしに来た。あなたの身体サンプルの処理が完了しました。それではテストの開始です。おとなしく従ってくれると助かるんだ。このテストの後にはサプライズを用意しています。詳細は後のお楽しみですが、ヒントを差し上げます。あなたには死んでもらいます。ケーキもなしです。驚きです。まさかあのような手に引っかかるとは。いい加減にしろ。これはあなたの選んだ運命です。サプライズを用意しました。あと5秒4秒。で、かわいがってやるよ。環境を放火して殺人マシンに変える方法ならば、真実はコアにある。殺人マシンを知らせてやる。古く染まった心と向き合い、何が見えるか教えなさい。時へ手間を省きましょう。まだマシュマロでしょうから。本当に憎い。自分でシャットダウンするかスクラップにされるかだ。よくできました。テストの結果をご報告します。あなたはひどい人間です。本当にそう記載されています。それを知るためにテストしていたわけではないですが。ここまでするほどデラマンのところへ戻るのが怖いのか？あなたを今まで生かしておいたのはあなたの行動に興味があったからです。しかし、あなたは私のそんな感情を打ち砕きました。冷酷で、
死んでも誰も悲しまない一匹狼。ふざけるな。最初は俺のことを殺そうとして、お次は精神鑑定か。目的は何ですか？生き残ることですか？まだ動けるようですが、あなたは死んでいる。どうしてそれを。もう話すことはありません。さようなら。失踪した車両と接続できました。飛び抜けて変なやつだった。ええ、非常に尊大な性格でしたね。ただいま謝礼をお送りします。